石生エンジェルスピナーベイトのピンクででかいのあげてましたね。猪苗代湖なんとか、本来のスモールマウスバスっていうとねあるんですけど、桧原湖とか行くとね、もう やたら2ポンド3ポンドじゃないと上がらないみたいな言ってくるようなプロの人たちがいるんですが、腕がない人たちはそういう風になってしまうんですが、普通にねやっていただいた方が絶対釣れる。それからもともとのね本来のスモールマウスっていうのは結構で、ね、派手なカラーが好き。アメリカの北部の方に行きますとスモールマウスがいっぱいいるんですが、まあ、そのスモールを狙う、よく釣り具屋さん行くとですね、ピンクのラバージングとかね、黄色だとかオレンジだとか、ちょっとねえぞっていうようなねカラーがいっぱいあるんですよ。なんでそれもスモールを狙うためのものなんですね。まあ、だから、ミノーにしても何にしても、まあ赤金だとか、まあ普通にみんな なぜかああいうカラーとか使いたがるんですが、もっとド派手なものでド派手に動かしてあげると食ってくるというのがありますね。で今回石井君が、ピンクのスピナベでこう釣ってくれたらしいですけどもね、まあ、そんな感じでピンクだとかオレンジだとか大好きでございますからね。はい、今現在付き合っている彼女は何歳年です。ももちゃんはいくつだ。今中学生じゃない、今高校生になったね。はい、別に付き合ってるわけじゃございません。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。さあ、ということで、まあこれから村田はじめちょっと楽しみたいなということで、ぜひご入会をよろしく。